こんにちは、柴田です。今回はベアナックルの乗った東海のレスポールタイプとギブソンのレスポールスタンダードを鳴らし比べていきたいと思います。こちら東海の LS107 なんですけれども、あの高級ピックアップベアナックルが乗っかっております。ベアナックルはまあ1つ3万超えと高級ピックアップなんですけれども、東海にベアナックルが乗っかってるとギブソンと比べてどういう風な感じなのかっていうのを今日は見ていきたいと思います。まあ、早速ですね、生音からですね鳴らしていきたいと思います。まあ、これはね、僕が引き倒しているのでかなりいい音しますよ。うん、まとまってますよね。芯の太さもね、なんか感じられるような生音になっております。続いて東海です。メイドインジャパンですね。メイドインジャパンというとちょっと高めな感じの音、シャリーンとした感じのイメージなんですけれど、これね、ネックがね太いんで、僕が今まで弾いてきた日本製よりは重心が若干低い感じはするんですけど、それでもギブソンと比べるとやっぱりちょっと重心が高いですよね。うん、ではリアからいきます。うん、のぶとい感じ、これぞレスポールというふうな感じですね。フロント、東海行きます。ベアナックルはねお初なので非常に楽しみです。ではリアのクリーンから行きましょう。カラッとしてますね。ちょっとヴィンテージ感漂うような感じ、図太さのあるギブソンと比べてもちょっとシャープな感じ。フロント行ってみましょうかね。カラッとしてるんで、こういった感じのカッティングなんかもね全然いけるギターですね。ではオーバードライブ、うん、エフェクトのノリもめっちゃいいですね。バイト感もあって、フロント、うん、クリーンからオーバードライブのね、このレンジの広さというか、そんなに歪みすぎないのかなと思いきやですね、エフェクトのノリがめっちゃいいんで、一気にこうブーストがかかる感じ、ベアナックのねこのレンジの広さをね感じますね。続いてギブソンです。ギブソンはこんな感じでのぶといというか、やぼぶといみたいな、おしゃれさは東海の方が勝ってるんじゃないかなと。あと日本製 USA というところで根っこの部分のね作りもね違ってきてるから、サウンドに影響してきてるんじゃないかなというふうな感じがしました。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。